どうもアガポニです。今回は2週目以降の限定ミッション機密情報漏洩阻止についてです。このミッションは最初にハッキングドローンを発見する必要があるんですが、これの場所がかなり分かりにくいので踏まえた上でミッション攻略の紹介をしていこうと思います。それでは早速いきましょう。ミッションが開始したら正面に移動して扉にアクセスします。扉が開いたら正面に敵が3機ほど見えるのでまずは倒しまして、倒したら正面に降りて奥に行くと最初のドローンがあるので破壊ですね。破壊したらこの奥に移動しまして、この扉の奥に進んでいきます。開いたらここから右下の方に2つ目のドローンがあるので上空から破壊すると楽になってます。なのでこのミッションは空中ポジションを取りやすい四脚パーツが楽ですね。破壊したら空中ポジションのまま奥に移動しまして、この扉から移動していきます。奥まで移動してもう一つ扉を開けますと、でこの部屋の奥に3つ目のドローンがあるので破壊しまして、破壊したら左側からターンするようにしてこの通路を進んでいきます。奥まで来ると少し大型の敵が出てくるのでこれは倒しておくと、グレネードとか一発の火力が高い武器があると倒しやすい敵になってますね。倒したら左に移動しまして、道なりにまたターンするように進んでいきます。この裏に4つ目があるので破壊ですね。そしたら道を戻るんですが、敵が出てくるので倒しながら進んでいきます。でこの通路の奥まで移動して、左に曲がると複数の敵と最後の5つ目のドローンがあるので破壊します。これでドローンは全て破壊したことになりますね。せっかくなのでこのままボス攻略までしておこうと思います。この後は道をさらに戻っていきます。邪魔な敵は倒しながら進む感じですね。で正面奥の扉から移動していきます。もう一つ奥の扉を開けるとボス戦スタートとなります。でこのミッションのボスはイグアスになってますね。イグアスは特に高火力とか避けにくい攻撃を継続してきたりといったようなことはしてこないので問題なく倒せる相手だと思います。手っ取り早いのはスタンニードルランチャー2丁と両腕ガトリング構成とかにしておくと火力でゴリ寄せる感じになってますね。ただですね、こんな感じでこの戦闘においては途中で所属不明機体が数体出てくるのでバトル中盤がね少し厄介な感じになってます。とはいえ不明機体もめちゃめちゃ強いわけではないのと、イグアスが協力を呼びかけてくるので一旦イグアスは無視して不明機体を集中攻撃して倒してしまう方が楽になってます。この動画では途中で間違えてイグアスに攻撃しちゃってますけどね。
で不明機体を倒し切ったらまたイグアスと1対1の状態になるので正々堂々倒し切っていく感じになります。でイグアスを倒せばこのミッションはクリアとなりますね。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。